昔、阿武隈川のほとりに足立ヶ原という荒れ野原があった。あちこちに岩が突き出し、見るからに寂しいところで、その洞穴には人を食う鬼ババが住んでいるという噂だった。ある夏の日、東光坊幽慶という旅のお坊さんがこの原っぱに差し掛かった時、とっぷりと日が暮れてしまった。早く今夜の宿を見つけなくては。幽慶は急いで歩き出したが、人の背丈ほどもある草が生い茂り、道らしい道はどこにもない。それでも草を分け、岩につまずきながら進んでいった。どこかに明かりは見えないか。立ち止まって何度もあたりを見たが、こんなところに人家のあるはずもない。そのうちに生暖かい風が出てきて、ひょうひょうと草木を揺さぶる。仕方がない、今夜はここで野宿するか。幽慶が大きな杉の木の根元に腰を下ろしたとき、揺れ動く草の間からぽっと明かりが見えた。ありがたい、助かったぞ。幽慶は喜んで明かりの方に近づいていった。なんと草の間に洞穴があって、おばあさんが一人で糸を紡いでいた。わしは旅の僧で幽慶と申す者、道に迷って困っている。今夜一晩ここに泊めてもらえないだろうか。幽慶は丁寧に頭を下げた。それはそれはお困りでしょう。こんなところでよかったら遠慮なく泊まってってください。おばあさんは幽慶を洞穴の中に案内した。中はひんやりとしていて、壁のくり抜かれたところに明かりの油皿がポツンと置かれていた。ちょうど焚き木をなくしたところ、今拾ってきますから待っていてください。おばあさんはそう言って洞穴の外へ出たが、不意に振り返ると強い調子で言った。私が戻るまで奥を覗かないでください。何しろ一人暮らしでひどく散らかっていますから。おばあさんが出て行った後、幽慶は火のない囲炉裏の前に座っていたが、奥を覗くなというおばあさんの言い方があまりにも強かったので、かえって何か怪しいことでもあるのだろうかと、ますます奥の方を覗きたくなった。幽慶は思い切って立ち上がると、むしろの隙間からそっと中を覗いてみた。はあ、短く叫んだきり幽慶は立ちすくんだ。なんとそこには人間の骸骨が山のように積まれ、壁のあちこちに赤黒い血がこびりついているではないか。さてはあのおばあさんは人食いの鬼ババであったか。幽慶は老いをつかむと転がるようにして洞穴の外へ飛び出し、後も見ずに駆け出した。そこへおばあさんが戻ってきた。さては気づかれたか。あれほど覗くなと言っておいたのに。おばあさんの顔はみるみるうちに恐ろしい鬼ババの顔になり、幽慶を追いかけた。待てー。鬼ババの声が風に乗って追ってくる。幽慶はどこをどう走っているのかわからない。とにかくひたすら走り続けた。ふと後ろを振り向くと、牙をむき出し真っ白な髪を振り乱した鬼ババがすぐ後ろに迫っている。はっとした途端、幽慶は石につまずき草の上に倒れた。背中に背負っていた老いの中から観音像が転がった。もうダメだ。
幽慶は観音像を素早く拾い上げると一心にお経を唱えた。その瞬間、真っ暗な空から一筋の光がさっと流れてきて鬼婆を突き刺した。ギャオー！鬼婆は世にも恐ろしい叫び声を上げて倒れると、そのまま動かなくなった。観音様、ありがとうございました。幽慶は観音像を抱きしめると、老いを拾い上げその中に戻した。いつの間にか月が顔を出していた。幽慶は老いを背負い直すと、月明かりの足立ヶ原をゆっくりと歩いていった。物言う布団。昔、稲葉の国の町に小さな宿屋があった。ある冬の晩のこと、この宿屋に泊まった男が、真夜中に人の声がして目を覚ました。兄さん、寒かろう？お前寒かろう？ささやくような子供の声がする。はて、今自分どこの子供だろう。この部屋には誰もいないはずだが。男は布団を抜け出し、隣の部屋の様子を伺ってみた。シーンとして物音一つ聞こえてこない。おかしいな。確かに聞こえたはずだが。男がもう一度布団に潜って眠ろうとすると、今度は耳元ではっきりと囁いた。兄さん、寒かろう？お前寒かろう？男はびっくりして飛び起きた。急いで行灯の火をつけたが、部屋には誰もいない。聞こえてくるのは自分の心臓の音だけだ。男は行灯をつけたまま横になった。すると、またしても悲しい、ささやくような声がする。兄さん、寒かろう？お前寒かろう？なんとその声は掛け布団の中から聞こえてくるではないか。男はずほっとして布団を払いのけ、転がるように部屋を飛び出し、宿屋の主人のところへ駆けつけた。大変だ！布団が物を言い出した！そんなバカな。お客さんは夢でも見ていたんでしょう。いくら説明しても、宿屋の主人は取り合ってくれない。それどころか、しまいには腹を立て、縁起でもない、出て行ってもらいましょう。と、男を宿屋から追い出してしまった。ところが次の晩、同じ部屋に泊まった客が、真夜中に逃げ出してきて、やっぱり同じことを言う。おかしなことがあるものだ。まさか幽霊が出るわけでもあるまいに。そこで主人は自分でその部屋に行き、しばらく布団のそばに座ってみた。すると掛け布団からささやくような声が聞こえてきた。兄さん、寒かろう？お前寒かろう？主人も青くなって部屋から飛び出した。やっぱり本当だったのか。それにしても、こんな布団を売るなんてとんでもない店だ。主人はこの布団を売った古着屋を恨んだ。次の日、早速古着屋へ文句を言いに出かけた。しかし、主人はそこで悲しい話を聞かされた。何でもこの町の外れに、貧しい親子4人が住んでいたという。何日か前、長い間病気で寝込んでいた父親が亡くなり、続いて母親までも亡くなった。後には6歳と4歳の兄弟だけが残された。身寄りのない兄弟は、その日その日食べるものもなく、たった1枚残された布団に潜って、寒さとひもじさに震えていた。兄さん、寒かろう？
優しい弟が布団を兄にかけてやろうとすると、お前寒かろうと兄がその布団を弟の方にかけてやる。だが白状な家主がやってきて、家賃の代わりにたった一枚の布団まで取り上げ、二人を家から追い出してしまったのだ。何日も食事をしていない二人はもう歩く力もない。雪の降る夜、近くの家の軒下で抱き合うようにして冷たくなっていた。このことを知った町の人たちは、かわいそうな兄弟を近くの観音様に葬ってやったという。そうだったのか、かわいそうに。宿屋の主人は早速観音様にお参りをして、兄弟のために改めてお経をあげてやることにした。不思議なことに、それからというもの、この布団は何も言わなくなったそうな。のっぺらぼう。東京の赤坂に紀伊国坂という坂道がある。今ではすっかりにぎやかな町に変わってしまったが、昔はひどく寂しいところだった。坂道の一方には広くて深い堀があり、その反対側は高い塀を巡らした屋敷がずっと上まで続いていた。昼間でも寂しいところで、日が暮れると誰も通るものがなく、この坂道を避けてわざわざ遠回りするほどだった。何でもこの辺りには人を騙すムジナが住んでいたからだという。ある晩のこと、一人の商人が急用のためこの坂道を登っていった。あいにくその晩は月もなく、辺りは真っ暗。商人は提灯で足元を照らしながら足早に歩いていた。坂の途中まで来た時、商人は人影を見てふと足を止めた。闇を透かしてみると、堀端に誰か立っている。まさか幽霊じゃあるまいな。商人がごわごわ近づいてみたら、なんとまだ若い女だ。上品な身なりで、いいところの娘らしく、髪もきちんと結っている。娘は泣いていた。肩を震わせ、時々しゃくり上げる姿が何とも悲しそうに見える。もしもし、どうしたのですか。商人はできるだけ優しく声をかけた。ところが娘はたもとを顔に当て、しくしく泣くばかりで振り返ろうともしない。これはよっぽど深いわけがあるに違いない。商人は急用のことも忘れて、娘のそばへ行き、肩に手をかけた。さあ、泣いてばかりいないで訳を話しなさい。私にできることなら力になってあげますよ。その言葉を聞くと、娘は声を上げて泣き、今にも堀へ飛び込まんばかりだ。これ待ちなさい、死ぬなんてとんでもない。商人は慌てて後ろから娘を抱き止めた。娘はやっと泣きやみ、たもとで顔を隠したまま振り向き、ゆっくりと手を下ろした。はっ！なんと娘の顔は卵のようにのっぺらとしていて、目もなければ鼻も口もなかった。ギャー！商人は叫ぶなり、鳩も見ずに駆け出した。無我夢中で坂道を駆け上った。どのくらい走っただろう、坂の上にポツンと明かりが見えた。ありがたい、助かった。商人は明かりのそばへ飛んでいった。それは道端で屋台の店を出しているそば屋の明かりだった。ただ助けてくれ。商人は屋台をつかんで叫んだ。どうしたんです。蕎麦屋は突然飛び込んできた商人を見て
呆れたように言った。ショニーは息切れがしてうまくしゃべれない。追いはぎにでもあったのですか？違う、出たんだよ。何が出たんです？蕎麦屋は商人に水を出してやった。商人は一気に水を飲み干すと、やっと落ち着いて、堀端に立っていた娘のことを話した。へえ、娘がね。で、どんな顔をしていました？それが、その。商人は口ごもった。思い出しただけで、また気が狂いそうになる。すると、そば屋はにやりと笑い。その娘の顔っていうのは、こんな顔じゃなかったかね？言うなり、両手で自分の顔をつるりと撫でた。その途端、そば屋の顔は卵のようになり、目も鼻も口もなくなり、同時に明かりも消えた。うわぁ！商人はそれっきり気を失い、あとは何もわからなくなってしまったそうな。お化け車。昔、近江の国の甲賀という町に不思議なものが現れた。夜になると、どこからともなく木の車がやってきて、キーキーと音を立てながら、どこへともなく通り過ぎていく。あれはきっとお化け車に違いない。お化け車を見た者は、ひどいたたりがあるそうな。町の人たちはそう言って、日が暮れるとすぐに家の戸を閉め、めったに外へ出なくなってしまった。ところが、この町になかなか気の強いおかみさんがいた。お化けを見たぐらいでたたりがあるもんか。本当にお化けかどうか確かめてやる。と、その晩家の者が寝静まった頃、こっそり起き出し、表の戸を細めに開けて、お化け車の来るのを待っていた。幸い外は月夜で、何でもよく見える。やがて、キー、キー、という車のきしむ音が聞こえてきた。おかみさんは戸の隙間に目を当て、じっと息を殺して見つめていた。あれ！おかみさんは思わず小さな声を上げた。髪の毛を肩まで伸ばして、白い着物を着た女が、たった一つしか輪のない車に座っていたからだ。てっきり恐ろしい顔のお化けが乗っているものと思い込んでいたのに、よく見れば見るほど若くて美しい女。それが車は引っ張る人もいないのに、キーキーと音を立てながら進んでくる。おかみさんは怖いのも忘れて、うっとり見とれていたら、車が家の前で止まった。すると若い女はニヤッと笑いかけ、ゾッとするような声で言った。よくも私を見たな。部屋に戻って、お前の赤ん坊を見るがよい。途端におかみさんは体が震え、背中に冷たいものが走った。それでも転がるようにして部屋に戻ってみると、さっきまでそこに眠っていた赤ん坊の姿がない。大変だ、誰か！おかみさんの声を聞きつけて、旦那や家の者が起きてきた。赤ん坊が！おかみさんの声に慌てて外へ飛び出したが、どこへ消えたのか、お化け車も赤ん坊もいなかった。とんでもないことをしてしまって。おかみさんは旦那に泣いて謝ったが、もう後の祭りだ。でも大切な赤ん坊を諦めるわけにはいかない。
おかみさんは泣きながら自分の気持ちを紙に書いて表の戸に貼り付けた。悪いのは車を見たこの私です。赤ん坊には何の罪もありません。私はどんなひどいたたりでも受けますから、赤ん坊だけは返してください。すると次の晩、お化け車がやってきて、おかみさんの家の前で止まった。おかみさんは飛び出したいのを必死でこらえた。今度女の姿を見たら、赤ん坊が殺されてしまうかもわからない。ところが張り紙をじっと見ていたお化け車の女は急に悲しそうな顔になり、つぶやくように言った。なんと優しい母の心。どうやら私の負けだ。決して赤ん坊は返すまいと思っていたが、今度だけは返してあげよう。戸の内側でこれを聞いていたおかみさんは慌てて自分の部屋へ駆け込んだ。するとそこには赤ん坊がいつものようにすやすやと眠っていた。ありがとうございました。おかみさんは遠くなっていくお化け車のきしむ音を聞きながら、そっと手を合わせた。その時からこの町にはもう二度とお化け車が来なくなったそうな。